近年、イノシシの被害が増加しています。皆さんの地域ではいかがでしょうか。まずはこちらをご覧ください。こちらはイノシシの被害相談件数ですが、平成27年度には877件にまで上っています。また、農業作物被害金額は約5600万円まで上っています。この間、市役所では何もしなかったわけではありません。イノシシ被害対策として実施する3つの柱、捕獲、防護、住み分けの3対策です。銃や罠でイノシシを捕獲する捕獲対策、ワイヤー虫という鉄製の柵で畑や地域を囲って守る防護対策、草刈りなどでイノシシが住みにくい環境を作る住み分け対策、この3つの対策を実施するも状況は深刻するばかり、イノシシ以外はとどまることを知らず、農業被害、街中への出没、環境被害も次々に発生しました。行き場のない市民の怒りは市役所に届きました。ではここで市民相談の一コマをご覧ください。お待たせしました。この辺にイノシシがおったとですか。朝から子供が学校に送り出しよったら、家の前の国道はイノシシが歩きよったとよ。この地域最近増えてますもんね。そんなことより通学路にイノシシ一体、子供になんかあったら市は責任取れるとね。今すぐ捕獲して。この山ですね、民家がいっぱいあってですね、銃は撃てないし、罠はすぐ捕獲できないです。口答えするな。そんなつもりは、そんなつもりはないんです、そんなつもりはないんです。このハゲ違うのじゃねえよ。こうして私は抜本的な対策が必要な岐路に立たされました。我々はまず漁師さんの話やこれまでのデータをもとに現状分析を行いました。まず出没エリアは山から畑、そして町中へ移動してきました。出没地域は北部から南部に移っているようです。ターゲットはもちろんおいしい餌、防護対策がなされていない畑や家庭菜園を求め、市内全域に爆発的に広がりました。捕獲対策は2つの領域間にそれぞれご協力いただき、その結果捕獲頭数は平成27年度には2389頭と大きな成果を出すことができました。しかし被害はまだ減りませんでした。このようなことから想像を超える勢いでイノシシが増えていることと、今までイノシシがいなかった地域には漁師の人材が足りなかったこと、この2つが分かりました。そこで捕獲能力を上げるため捕獲体制の見直しを提案、漁領域会と何度も何度も協議を重ねてきました。うちも協力はしたかと思って、やっぱりね、山が知らんとね、事故とかトラブルの起こるやろ、そういう意見もあってさ、そういうことで、やっぱり市が努力するち、いいよし。
もう何ちゅうても困っとる市民ば助けんばやそこまで言うてやったら一緒にやろうか。おう